セリ東遊戯は、1874年3月21日、東京海軍兵学寮で行われた行事。イギリス海軍式教育導入の過程でお雇い、外国人、アーチボルドルシアス・ダグラスの発案により開催された。日本の運動会の起源の一つとされる。後の文献ではセリ東遊戯会とも記される。ダグラス開国以降、類似した、競技会は早く、 横浜外国人居留地在住の在日イギリス人の間で娯楽、社交目的で行われていた。現時元年3月30日から4月1日、イギリス領事館グランドで野外スポーツ春季大会が開催され、陸上競技やメイン競争等が行われている。1873年横浜アスレチック協会が組織され、 11月15から16日周期大会が開催された。なお、慶応4年6月27日横須賀製鉄所で、フランス人レオン・スベルニー等により行われた、ナポレオン一世生誕記念祭典も、運動会の起源とされることがあるが、綱渡り、小柱登り等局芸的な競技が多く、これらの活動との関連性は薄い。一方、明治3年明治政府は第2本。 帝国海軍主官を要請するため、海軍兵学寮を設立し、10月3日、イギリス海軍を模範と定め、1873年、アーチボルドルシアス・ダグラスを招兵した。ダグラスは、座学の多さを問題視し、1874年1月、健康な心身を育成するため、レクリエーションとして、ビリヤード、クリケット、ボーリングの導入を提言し、 米留学から帰国した教員、松村厚志蔵、服部千蔵先やオランダ海軍隊アセンデルフトで、コーニングが指導に当たった。英文プログラム1874年2月ダグラスは、アスレチックスポーツの開催を提言し、兵学寮、海軍省の同意を得た。プログラムは、最初英文で作成され、英学教官、西織聖之進、三輪の照五郎、服部とり 交換学教官、松並直樹よ、小林ため文、山田陽吉が翻訳に当たった。大会名は当初、競争遊戯と訳されたが、3月8日海軍協、勝海舟が、大城大臣三条耳に開催を届け出た際、より優壮な印象を持つ、セリ島遊戯に改められた。和名は、基礎日遊びとされた。 数日前から行われた練習には、海軍兵学良本科生徒二十八名、旅科生徒六十二名、水路良生徒十四名、軍医良生徒十二名、海兵士官学校生徒十名が動員され、海軍省からは、軍学隊、球児十名、軽士海兵二十名も派遣された。教授は二等水府町セントジョン、手の平ら法属ギブソン、水府町族チップが担当し、 測量主ハモンドが練習会を指導した。プログラムは和文800枚、英文500枚が用意され、声音、サイン、部ン各干渉、開拓し、東京府へ開催が通達された3月10日、郵便放置新聞、日清新事市14日、新聞雑誌でも開催が報道されたが、これに対して開催に反対する当初があり、 学生に、公費で娯楽をさせることに疑問を呈され、学業への影響を心配されたほか、競技種目も馴染みがなかったため、二人三脚については、戦争で足を失った人をくっつけて一人の兵士にでもする手立てか、目隠し競争については、全く危ないことで、怪我でもしたらどうするのだなどと非難された。当初の開催予定日は3月11日だったが、雨天により16日、 21日と順延された。3月21日土曜日は曇りのため欠航となり、午前11時に開門、午後1時競技が開始された。競技の開始は小銃で合図され、競技中は軍楽隊の演奏があった。300ヤード障害層では参加した一般客がスタートの銃声に驚いて走り出しを躊躇する場面があった。 ふ v 競争は肩車に変更され、大柄の本家生徒横行の道明、鹿野雄之心、富岡貞康、藤岡光栄門、福島寅次郎が、与家生徒、塚原茂雄、名倉も三郎、松平正久、森や玉尾、斉藤城三郎を乗せて競争した。当時の参加者、木村幸吉は、壮年生徒が、幼年生徒を追うて、 かけるのを見たのは初めてであるから妙に思った。と回想している。富岡定康、加野優うのは、他の競技でも活躍し、総高跳び、幅跳び、棒高跳び、三段跳び等で、チャンピオンとなった。最後の豚追い競争はヘッドを塗った小豚を放って、余可生徒に追わせるものだったが、 親獅子が滑って、なかなか捕まらず、豚も生徒も、へとへとになり、観客は大笑いとなった。午後4時40分にようやく豚が捕まり、セリ党遊戯は閉会となった。遊戯業セリバンフ2年後の1876年4月7日、ダグラスの公認、ジョーンズ、元山進中佐、林正明所属の講演のもと、兵学寮前総連場で遊戯業セリが開催された。 競技からはオイブイ競争、目隠し競争等が外れて、綱引き、剣術等が加えられ、イギリス講師、ハリー・パークスの参観を受けた。その後、兵学寮における競技会は、東京英語学校教師、フレデリック・ウィリアム・ストレンジを幹事とする、外国人クラブ、東京アマチュア・アスレチック協会が受け継ぎ、同年5月13日兵学寮郊外の、 総連場を借りて、春季大会を引き続き海軍軍学隊、兵学校生徒も動員された。同協会は東京アスレチッククラブとなり、1877年9月29日総連場で、第1回競技会、1878年5月11日秋季大会を開催ストレンジは、クリケット、ベースボール等数多くの外国人クラブで精力的に活動し、 1882年、秋頃から職場東京大学運動場でも学生に陸上競技を教えるようになり、1883年6月16日、公式にアスレチックスポーツを開催、以降運動会として全国の学校に広まることとなる。一方、1878年から札幌農学校でも類似の行事遊戯会が開催されているが、 アメリカ・マサチューセッツ農家大学から移入したものであり、直接の関係はない。